衣神社は、愛知県豊田市衣町五の一にある神社。旧社各は豪社。旧衣村を宇治国域としており、豊田市の中心市街地にある。豊田市には、衣神社の他に、式内社であり三河国産宮のさなげ神社、松平東照宮、阿蘇家八幡宮などがある。創建には、諸説ある。文治五年、源、吉常の家臣である、鈴木茂は、 欧州に向かう途中で、吉爪が討ち死にしたとの知らせを聞き、三河国に土着した。従前は大和国吉野から小森明神を勘定し、祀ったのが小森社であるとされる。同時期には同じく吉爪の家臣である、篠田勝義や鈴木吉宗もこの地域に土着しており、勝義は日森神社を、吉宗は金谷合亭神社を祀っている。漢文四年には、 衣祭りに初めて出しが登場したとされる。江戸時代には、子守大名人と呼ばれ、歴代の衣藩藩主による崇敬を受けた。宝永7年には、第二大藩主の本田忠司が社殿を造営、寄進した。19世紀前半には、第五大藩主の内藤星優が上頭を奉献した。1871年3月14日、衣藩長によって、子守大名人から、 衣神社に改称された。同年11月には、衣県の県社に指定されたが、廃藩地県後の1872年5月3日には、ぬかた県の豪社に列せられた。愛知県が発足すると一時期は、尊者となったが、1879年7月26日には、再び豪社に列せられた。境内には、松尾芭蕉の区比や源の友氏の下比がある。 衣神社の楠スは樹齢650年とされ、豊田市指定文化財に指定されている。境内では毎月8日に8日市が開かれている。境内の西側には神宮寺の随行院が隣接している。衣祭りいずれも愛知県豊田市。衣神社の楠スありがとうございます。